リーです。今回はですね、いよいよ俺の、好きな女優さん原田知世さんについてお話ししたいと思います。まだこの話題はですね、もうキリがないので、まあね、もう数回に分けてこう話さないといけなくなるので、まあ今回もほんのちょっとなんですけれども、お話ししたいと思います。で、ですね、先日、こちらの方の動画に出そうと思って、CD を、CD が置いてある棚をちょっといろいろ眺めたんですが、すっかり忘れてたんですけど、俺、ね、なんで忘れてたかって言いますと、棚のね、前と後ろ、前後に分けて、ぎっしり CD が詰まってまして、後ろの奥の方に、これがあったんです。これがですね、原田知世ベスト、プラス時をかける少女オリジナルサウンドトラックということでですね、まずシングルと、それから時をかける少女のオリジナルサウンドトラックの、これは、CD ですね。まあ、レコードも持ってるし、ビデオも持ってます。で、これがデビュー曲が、この悲しいくらい本当の話で、ね、テレビ版のセーラー服と機関銃、それからテレビ版の狙われた学園と、あと時をかける少女ですね。はい。で、どんなものが入っているかと言いますと、悲しいくらい本当の話とね、まあ、全部これ、シングルはね、A 面、レコードですから、だと A 面、B 面でしたけれども、全部好きな曲ばっかりですね。で、ですね、この、そうそう、当時よく聞いたのは、もちろん A 面の方も好きですけど、この、ずっとそばにっていうのはね、好きですね。これは、時をかける少女の B 面ですかね。それから、時をかける少女のオリジナルサウンドトラックはもうね、暗記できるほど聞いたんです。というのはですね、まず映画の、方は当時ですからね、ビデオで、あれは1983年ぐらいですか、当時ですのでね、まだビデオしか発売されてませんが、ビデオをね、覚えてるところで、数えてたのがね、44回までテレビで見たの数えたんです。でもそこからさらに何回見たいのか分かりませんけれども、たくさん見ましたのでね、キリがないほど見ましたので、オリジナルサウンドトラックはレコードも持ってますので、もうこれ全部ね、暗記するほど、覚えてしまいましたね。はい。で、映画をご覧になった方は、知ってるかもしれませんが、愛のため息っていうのは、この深町くんが、こうアレンジして作ったという曲なんですが、要は、桃栗3年、柿8年という歌なんですけれども、この歌で初めて俺は、ゆずは9年で成りさんがあるとか、梨のバカめが18年って歌ったんですけども、梨っていうのは育てる実がなるまで18年もかかるのかとか、ゆずは9年で実がなるのかなんてね、家庭菜園もやってるので、あ、それで知りましたね。まあ茨城っていうのはその梨が地元なんですね。ちょっと離れたとこ行けばね、梨の農家がありましたが、ね、梨が自分の背丈の高さにね、こう伸ばして届くような高さにこう花を作って、そこでぶら下げてるんですけど、あれも随分手間かかるなと思ったんですが、まさかね、育てるの18年もかかるとはね、知りませんでしたが、その歌で知ったということです。はい。で、じゃあまたちょっとシングルの方もちょっと説明したいと思いますけども、俺この悲しいくらい本当の話の時の、このデビューした時のこの知世ちゃんのこの髪型といい顔といい、俺の動画の方でお話ししましたけれど、中学校の時の、マドンナがですね、マドンナと似てるのでファンになったんですよ。逆なんですね。まあなんで知ってるか、したかっていうと、その当時ですね、バラエティという雑誌をですね、で薬師丸ひろ子さんが当時有名で、セーラー服と機関銃で、で当時遊んでた友達がですね、そのバラエティという雑誌見てね、これはこのマドンナに似てるだろうっていう話で見たらです、本当に似てて、まだデビューしてね。で、まあ、俺が知り出した頃にはもうすぐにこっちの方のショートにしちゃったんですけども、まだね、テレビの方ではこの
あの こういう髪の毛長い方で、あ似てるなと思って、それからもずっと好きなんですね。でこの髪型、まあ、ショートにした時のこの髪型なんかですね、俺の動画の一番最初のところで説明してましたけれども、この髪型の時、俺もね、だちょうど同じ同世代ですので、あの高校でね、こういった髪型したくて、あのデップっていうね、あのピンク色の、まあ、あの要はあのそのままだと液体状、ゼリー状なんですけども、ドライヤーで乾かすと、あの髪の毛がねこう固まるっていうものを売ってまして、それでねちょっと、あの毎朝学校行く時はですね、あのおかんの兄弟のところでね、ドライヤーでそのデップをつけて、こういった髪型にしましたので、まあ、だいたい高校生って、ほら、7、3とか6、4ぐらいの、あの、枠目を、男子のね、の髪型ってそんなところじゃないですか。でちょうどこんな感じなので、もうやりやすかったんですね。だから、よくこんな髪型してましたね。はい。で、あと、このバージョンの、あの、これ、東京かける少女のシングルなんですけども、ね、あの、バージョンがありました。この、こういうね、桜の花がシルバージョンと、ね、映画の、まあ、DVD じゃないや、ビデオ の, あのパッケージにまってる、パターンとねあります。俺はこっちの方のバージョンの、レコード買ったかもしれません。あ、そうそう、それと、まあ、余計なこと思い出しましたけど、この狙えたドラマ、テレビドラマ版の狙えた学園では、誰だっけ、伊藤和恵さんと一緒に、その一番の相手の、ね、名前忘れて、京極っつうんだっけかな、の役に、ね、本田康明さんっていうのは、テレビドラマ2年 B 組千八先生で、まあ、首にバンダナ巻いてて、ちょっとすかした役で、間違って薬丸をこういつもナイフ持ち歩いててね、俺すげえ悪い、悪だろうみたいな感じでね、当時の中学生は、悪いけど、その、おしゃれだなっていう、要は、ね、クールだなっていう感じで見てたんですが、その本田康明さんっていうの、俺の追いかけ学校行ったらですね、追いかけ仲間がですね、まあ、東京の人なんですけども、何でしたっけ、ほら堀越とか明大中野とかにの芸能コースいっぱいありますけど、そこに行く前の、 あの東京の下町の、高校で同級生だったんですって、その本田康明さん、2年 B 組先八先生のすかした役のね、本田康明さんの後にほらロックでねずっとデビューしましたけども、でね、まあ、あんまりここだけの話ですけども、まあ、あまり頭良くなくて、で、テストの時にね、なんか こっち見てカンニング相手か、カンニングしかがるからってこうやって見せたんだけども、俺の点数悪い、自分の、あ、まあ、俺のっていうのは、その俺の友達のね、点数悪いから、あいつ0点取ってやるのって大笑いしてたけど、だから要するに、人のやつとカンニングしといて0点取ったって大笑いしてたんですけどね。で、なんか同級生だったらしいですよ。そこからね、まあ、堀越だから目が中にね転校したらしいですけど、はい、まあ、で余談はっていうか、まあ、全部余談ですけども、そのぐらいにしまして、うん、で、まあ、俺、あ、そう、それから高校行った時の同級生もやっぱり人気が出たから原田知世さん好きだってね言ってた、同級生いたんですけども、それは要はね、東京かける少女新規なんです。だからテレビ、いいところテレビでね、狙われた学園っていうのが、あ、やってるの知ってるなぐらいだけど、その頃は知らなかったんですって。俺はもうだって、テレビドラマの政略と機関銃からも見てビデオ撮ってたりしてたので、俺の方が古いんだってね、当時自慢できましたね。で、友達にね、ちょうどカセットで録音してくれるということで頼まれて、俺の部屋のねステレオでこの悲しいくらい本当の話と狙われた学園の、ときめきのアクシデントっていうのを、あと魔法をかけてたのね、録音してやった記憶があります。でその同級生はですね、今でもね、数年前に高校の同窓会で、向こうから声かけてくれて、今でもねフェイスブックでね、つながってる、まあ、いいやつでね、
あのいいやつなんですけどね。ということでね、まあ、それはでもまあこの原田知世さんのつながりだと今でも思ってます。はい、でもその他にもね、まだまだ全然話足りませんが、まだまだね、いっぱいありますので、また続きはね、またいつかしたいと思います。ということで今回は、ちょうどね、棚の方で見つけました原田知世さんの原田知世ベストを見つけたので、原田知世さんについてお話しさせていただきました。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。